本日はジャパンロードショーに旅行者をいらっしゃいました。おはようございます。サワディーカップフクサージャパン行政処置事務所の安田隆弘と申します。それでは続きまして、タイランドエリートについてダムシャンスクールについて教えていただきたいと思います。今日ですね、不動産についてお話しさせていただきたいんですけど、これは